カラーテレビゲーム15は、任天堂が1977年に同社としては、初めて発売した、家庭用の末置き型テレビゲーム。1977年7月、任天堂が発売した初の家庭向けテレビゲームで100万台を売り上げた。元は、電卓メーカー、システックと三菱電機が共同開発していたものであり、システックが倒産したのを受け、 三菱電機が任天堂に企画を持ち込み、さらに改良を加えて発売までに至った。内容は主に、ポンに代表される、テニス、または、卓球ゲームの類で、テニス A、テニス B、ホッケー A、ホッケー B、バレー A、バレー B、ピンポン、射撃ゲームの、計8つのスイッチがあり、射撃ゲーム以外はさらにシングルス、ダブルスを選択し、合計で15種類となる。 ケーブルで本体に接続されたコントローラーが2個あり、それぞれのプレイヤーはコントローラーを手に持って操作することもできた。カラーテレビゲーム6連歌版、カラーテレビゲーム6と共に発売。テレビゲーム6では、バレーボール、ホッケー、テニスのシングルス、ダブルスのみで、テレビゲーム15のゲームスイッチを9つも省いてあり、ゲームコントローラーも本体自活系だったため、 定価で5000円以上の価格差があった15の方が人気が高かった。これは任天堂の販売戦略によるものとされている。価格は廉価版だった6が定価9800円、15の方が15000円である。この当時、テレビゲームのソフトウェアは本体に内蔵された電子回路で構成されたもので、現在のゲーム機のように CPU にプログラムを与えて、 画像を表示したりするものではないためにソフトウェアを交換することはできずスイッチの切り替えでゲームの内容を電子回路の切り替えによって変更していたこれを家庭用のテレビ受像機に接続して遊ぶテニスゲームやブロック崩しの操作といえば可変抵抗器を使用したボリュームタイプのコントローラーが広く知られているが初期型ではつまみにマイクロスイッチが内蔵されていた これは少しひねるだけで良かったが、パドルを等速でしか動かすことができず、素早い動きに対応できなかった。この入力方式は、アーケードゲーム機のコズミックモンスター筐体付属のコントローラーでも採用されている。改良型ではボリューム式に変更された。後発のカラーテレビゲームシリーズとの共用が、可能な AC アダプターは全く同じ品番で、大きさと、 定格入力容量が異なる2種類が存在する。任天堂は家庭用テレビゲーム業界ではむしろ後発の部類に入るメーカーで、当時は本製品に先んじること2年のエポック社がテレビテニスで主流を作っていた市場にあっては同製品が2万円前後という値段のため、後発メーカーとしては価格で勝負するしかなく、ゲーム機としての機能を削りに削ってとにかく安く。 作り上げ、それでも完全な赤字で製造、販売された6とやや他社製品により安いが、再算の取れる15で構成をかけることとなった。実際は6も15も中身は基本的に同じものが入っており、15の機能を後から手を加えて表面上利用できないようにしたのが6である。2万円が1万5千円になっても大きなインパクトはないが、 一万円を切っていれば印象が全く違う。そこで6で客の目を引きつけ、その上でたくさん遊べる15の方を選ばせるという二段構えの戦術を取り、多少の赤字には目をつぶるという狙いがあった。また同じように参入を狙っていた他社は9800円のライバルに二の足を踏み、手を出すことができなかったと言われている。ほとんど単価売りの世界であるが、 結果的にこの狙いは的中することになる。なおエポック社は先発メーカーの強みもあって、任天堂の発売に触発されて、同年に同じ価格帯で4人対戦も可能で射撃ゲームも楽しめた製品システム10とその廉価版の M2 を投入したが、それでも任天堂の製品は、そのコンパクトで扱いやすいことから一定の評価を獲得していた。この時代、 テレビゲームといえば本製品のようなポンクローンとも呼ばれるテニスゲーム以外にも様々なゲームへと多様化していく過渡期にあったがこの6と15の合計で約80から100万台を売り上げる結果となり後にニンテンドの安価なハードウェアで売り抜け路線を決定づけることとなる本製品の好調な売り上げによりニンテンドは本格的なテレビゲーム業界参入を果たす 下記のゲーム機は三菱電機との共同開発であり、そこで培われた経験と人脈が、後のファミリーコンピュータの開発に生きることになる。コンピュータ TV ゲーム以外はいずれもカラーテレビゲームブランドを監視している。レーシング1 1 2ブロック崩し、コンピュータ TV ゲーム三菱電機は1975年に、ニンテンドーとアーケードゲーム機エバーレースを 共同開発したことで縁があった。A.B. 藤田直樹、ファミコン登場前の日本ビデオゲーム産業現代、ビデオゲーム産業の形成過程、へ、五木論争第163巻第3号、京都大学兵月つ学会、1999年3月、311から328ページ、ネイド1200億89万8882。A.B.C.M.B. 向く、 懐かし、ファミコンパーフェクトガイド99ページ AB、ニンテンドー、ファミコンは、こうして生まれた、第2回、電卓を諦めて、ゲーム機へ、LSI が転がり込んできた。日経 BP、2008年10月6日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2008年10月6日閲覧。ABCD、ザロストワールド・オブ・アーリー・ニンテンドーカンソルズ、ピークマグ UK。 u k p c m a g c o m ジフ・デイビス LLC 2020年4月21日閲覧 AB コアムックシリーズナンバー682電子ゲーム懐かしブック P52 ニンテンドーカラーテレビゲーム関水平アーク高野正春ニンテンドーファミコンはこうして生まれた第3回70年代後半の専用 LSI ゲーム機時代 日経トレンディネット。日経 BP。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月6日閲覧。バスキュイル。ゲプラツットド,ドアエイリック。ニンテンドーカラー TV ゲームレーシング112。2020年5月15日閲覧。コアムックシリーズナンバー682。電子ゲーム懐かしブック P53。AB。ニンテンドー。ファミコンは。 こうして生まれた第3回70年代後半の専用 LSI ゲーム機時代日経 BP2008 年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年10月6日閲覧任天堂、ファミコンはこうして生まれた第3回70年代後半の専用 LSI ゲーム機時代日経 BP2014 年5月22日時点の オリジナルよりアーカイブ。2014年5月22日閲覧。コアムックシリーズナン、no. バー682。電子ゲーム懐かしブック P54。ありがとうございます。